この資生堂レディースが始まったのは2019年からです。まだ年月が浅い大会なんですけども、この大会の初代チャンピオン知ってますかはい、ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのうです。もらい泣きしました。はい、国内ツアーの第18戦になります。資生堂レディースオープンの最終日の結果をお伝えしたいと思います。 二日目が雨で中止となって、まあ、三日間競技となってしまったんですけどもね、まあ、序盤から、まあ、順番に追ってね、あの、優勝争い、まあ、最後までお届けしたいと思います。詳しくね、あの、UNEXT とかダゾーン見てないよという方や、まあ、テレビ放送もちょっとしかやってないので、序盤からは映ってなかったよと、あの、ダイジェスト版しか、出てなかったと。 言うときのためにね、ちょっとこれを見ていただければなんとなくわかるかなという感じにしたいと思います。まず1番からですね。最終組のこっちゃん、堀琴音,音ちゃんと桑木志保ちゃんとさくちゃんですね。小岩井桜ちゃん。まあ私は北海道出身なのでね、やっぱりさくちゃんを応援したいというのもありましたけどもね、やっぱり 天然といえば、堀琴音,音ちゃんも天然という、まあそういうのもあるし、面白いエピソードもたくさん持ってる子っちゃんですけども。さらには、まあ、渋子ちゃん関連を応援してる方はね、やっぱり岡山出身の、あの、桑木翔ちゃんと言いますか、まあ、あの、桑木翔ちゃんだけじゃないですけどもね、あの、やっぱり去年のことがあるので、まあ、去年、 取れなかった悔しさ。それからもう一年経ってもまだ優勝できないというね。まあその悔しさが、まあ今回、まあ、ようやくこう近づいてきたなと。優勝にね。そういう3人でしたけどもね。まあ下からも上がってくるかなと思いきや、ちょっと風が今日強くてね。いや、難しかったと思います。雨も降ってきたりしてね。結構難しいコンディションの中、あの、選手は。なかなか伸ばせないから、 バーディ合戦といかなかったので見てる方はね、あんまりこう、ゴルフやらない方にとってはバーディーないじゃないかと、つまんなかったかもしれないんですけども、ちょっと内容を知っていただきたいなと思うんですよね。1番から、まあ、こっちゃんがね、10メーター近く、いや、15メーターぐらいあったな。15メーター近くあったと思います。あの、ボールを見ずにね、カップを見ながら打ついつものスタイルでね、この長いパット。 ま、入らなかったけど、これピタッと距離感合わせてのね、タップインパーでした。これね、難しいんですよ。あの、長い距離、プロでもね、ま、10メーター、15メーターあったら、ちょっと間隔狂っちゃうと距離感合わなくてね、やっぱり1.5メーターぐらいこう、ショートしたりオーバーしたりっていうのはよくあることなんで、ま、難しいんですけど、ここをね、一番最初のホールからピタッと距離感合わせてきましたね。ま、ここがすごいところです。 あの、ゴルフやらない方は分かんないと思うんですけど、これすごいんですよ。ね他の二人もパーでね。まあ最終組は静かな立ち上がりだったんですよ、最初はね。最初はですけどもね。そして、まあ、荒木優奈ちゃんっていう、まあ、アマチュアの子がいるんですけどもね。今日2番でパー5なんですけども、ここパーパッと沈めてからね。まあ表情的になんか、うまくライン読めなかったなぁ、みたいな感じの表情をしながらね。 あの、パターをプランプランと、キャディさんがね、あのピンを刺しに行ってたんでね、そのキャディさんを待って、まあ、パターを渡すまでの間ね、パターをプランプランとさせたら、あの滑っちゃってね、落っことし,しちゃったんですよね。だから恥ずかしそうにね、そそくさとこう拾ってね、もう逃げるように次のホール行ったっていうね、シーンがあった。ここがちょっとね、まで、あ、これテレビ映ってないでしょ、多分ね。可愛かったなと思いましたね。 まあ去年プロテスト受かった5人、高校生で受かった5人の中の1人ではなく、あのー、同い年の選手なんですよ。で、アマチュアの実績も十分でね、海外で結構優勝したりもしてたんで、まあ有名なのは馬場咲ちゃんですけどもね、バサキちゃんと同い年の、あのー、アマチュアでも結構海外で優勝なんかを、あのー、してる選手なので、だけど去年受からなかったんです、プロテスト。 3日目でカットになっちゃって、受からなかったんですけども。やっぱりこうやってね、プロの試合出てもこれだけ活躍できるってのはすごいことだと思うんですよね。一番最初ボギー打ったけどね、まだ残っておりますね。大崩れするかなーなんてち,ょちらっと思ったけど、そうでもなかったですね。堂々たるもんでした。で、まあこの後でね、最終組の この三人が来た時ね、二番ホールに来た時、三打目打ったこっちゃんの時ね、面白かったんですよ、ここでね。これ多分テレビに映ってないと思うんですけど、グリーンにボンとこう着弾しますよね、ボールがね。で、バックスピンでバンカーに向かっていっちゃったんですよ。ピンから離れてね。バンカーの方に向かっていっちゃって、バンカーの方に行くとね、下り傾斜になっちゃうんで、ああ、これそのままバンカーに落っこっちゃうかなと思ったんですけど、ギリギリ止まったんですよね。 この時の着弾からのあのテレビカメラに入った音声、あのギャラリーすごい多かったんでギャラリーの声がバッチリ入ってたんですけど、その時の着弾前からギャラリーがね、ダウンダウンダウンってポンと落ちてから、ステイ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 ってバックスピンでね、バンカーの方にツーって行ったからね、ステイ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 ってピタッと止まった時に、おーみたいな。これが。 あの、もう、ほんの一瞬一瞬でね。ま、あの、ダウンっていうのはもう、落ちろ、早く落ちろ、落ちろってことです。もう、行き過ぎたらね、オーバーしちゃうから、早く落ちろっていう意味で、ダウン、ダウン、ダウンってね、ダウン、したはいいけど、バックスピンでピューっと戻っていっちゃったんでね。今度は、ステイステイ、止まれ、止まれ、ステイステイステイって。ステイステイ <laughs> おあの、面白かった、ね、ギャラリーの反応がね、バッチリ声が大きく入ってて、すごい面白かったですね。<laughs> ああいう放送も、まあ、なかなかいいなと思いましたね。ギャラリーの反応が面白いというかね。<laughs> まあ、そして、桑木志保ちゃんが3打目アプローチ。これね、距離残ったけど、うまくバーディーパッド沈めたんですよ。と思ったら、 ボールを取りに歩き出したんですね。もうバーディーパット決まったみたいな感じでね。歩き出したら、くるんとなってパーだったんですよ。もう本人はね、ちょっと、もう決まったと思って歩き出したんですけど、くるんとなって入らなかったんで、もう何事もなかったようなふりしてね、次のホール行ってましたけどねあ。あれ、本人は入ったと思っただろうね、多分ね。入ったと思って歩き出したんだと思いますよ。あの、打ちミスがあって、あ、これダメだと思って歩き、 歩き出したんじゃない歩き方だったからね、表情だったからね。で、サクちゃんはね、2オン狙ってったんですよ。ここね、あのー、まあ、2オンというか、まあ、グリーン近くまで運ぼうとしたんでしょうけど、手前のバンカーに捕まってしまって、で、このバンカーショットの3打目、グリーン奥にこぼしちゃったんですよ。で、そっからのアプローチもね、3メーターぐらいオーバーしちゃって、あー、ここボギーかーと思ったんだけど、これをぶち込んでね、ナイスパーでした。ここはね、なんとか食らいついてきます。 ね序盤から離されるとね、ちょっとね、応援する気にもちょっと慣れなくなってくるからね、なんとか頼むと思ったんだけど、いや、良かったですね。で、4番。これね、原エリカちゃんがね、まあこれ、6、7メートルぐらいあったんですけども、これをね、ぶち込んでバーディー取ったんですよ。原エリカちゃんってここね、神奈川県でやってるので、地元なのでね、たくさんギャラリーが来ててね、すごい応援でしたね。で、まあ3番では、 トップの堀琴音ちゃんにピンチがきます。アプローチでね、まあ、スピンがかかりすぎちゃって 6m ぐらいは残ったんですよで、まあ、残ったんですけどあのこれをぶち込んでのスーパーパーセーブがあったんでね、まあ、序盤パーパーパーで来てたんだけどそのパーの中でもねあのそういうピンチがあってのなんとかパーでしのいだという感じのパーセーブだったんですよね はい。なんなくパーじゃなくてね。まあ、ちょっと間違えばボギー連、連続ボギーもあったかもしれないっていうような、こう、危ないところもあったという感じでしたね。で、さらに4番のセカンドで、ね、あの、バンカーギリギリ越えたところに落ちて、グリーンオンしたりとかね。まあ、ちょっと、こっちゃんの、堀琴音ちゃんのもう流れかなという感じはしましたね。まあ、その3番のスーパーパーセーブと、この4番のセカンドショット、バンカーギリギリ越えたところにボンと落ちてね。 まあ一方ね、少しでも当たりが薄かったらもうバンカ。もう連続ボギーでもおかしくなかったかなと思わせるような。でもラッキーもあったりして。はい。で、まあサクちゃんがチャンスにつけたんですけども、その内側につけた桑木翔ちゃん。惜しいパッドだけど、まあ入らずでね。まあ入っても良かったパッドこれで二つ目でしたよね。次もあの5番パー3でね、スコアが動くんですけども、桑木翔ちゃんがね、 7メーターぐらいのね、かなり左に曲がるパットを決めて、ここ初バーディー来るんですよ。で、トップに並んだんですね、ここでね。まあ、これ、どっちに転ぶかなさっきまでこっちゃんの流れかなとは思ったんですけどね。まあ、桑木翔ちゃんの、あの、このバーディーでね、並んだところで、まあ、ちょっと動きが出ましたね。で、下の方見てください。新海美ウ選手が14番でホールインワンです。ここ、ホールインワン賞かかってたのでね、よかったですね。 あの、5番とかさ、あの、ホールインワンかかってないところだとね、お金もらえないしね。<laughs> やっぱりさ、ホールインワン賞、せっかくホールインワンしたんだったらね、100万円とかさ、まあ多い時にはね、500万、800万の時あるけどね、スポンサーによってね。やっぱちょっとそれぐらいのね、お金は欲しいところですよね。せっかくやるんだったらね。はい。で、サクちゃんの5番。 あの、ちょっとね、返しのパッドが2メートル近いパッドがあったんですけども、ま、これを沈めてね、なんとかパーセーブしたいとか、あの、グリーンはなかなか外さなかったんだけど、ここまでもね、なかなかこう、バーディーパッドが決められず、パッドもちょっとね、なんか、あの、いまいち合わないかなという感じの、あの、ところでしたね。まあ、 パーはね、難なく取れるかなという感じですけども、なかなかバーディー取れないなという、そういったゴルフでした、ここまでね。で、6番ですよ。追いつかれたこっちゃんがね、堀琴ことねちゃんが、まあ、セカンドショットでね、ベタピンショット見せるんですよ。まあ、ここでね、バーディー取って、突き放して、まあ、再び単独トップに立ちます。で、まあ、いいチヒ選手がね、7番で2つ目のバーディー来て、 まあ、イーチヒ選手といえば、20年連続シードを守ったデイベテランですよ。デイベテラン。もう上がってきましたよ。ここ怖いとこですね。この人が来たら、もう、あの、レジェンドツアーに出れる年齢でございますけれども、もうこのデイベテランが来たら、これはもう参ったという感じのところありますよね。で、地元の声援が多い原エリカちゃんですけどね、9番で。 12、3メートルぐらいはあり、あったよね、あれね。これぶち込んでのバーディー、もう大歓声でしたね。最終組かなと思わせるぐらいの、最終組以上じゃないかって思わせるぐらいの、もう大歓声でしたね。すごかった。で、アマチャンの荒木優奈ちゃんと同じ、まあ、宮崎の日小学園の同い年の菅風花ちゃんがちょっと伸ばしてね。やっぱりね、まあ、同じ、 年のね、まあ、日商学園で同じ年だから、まあ、同級生だったんですけど、この先に受かった菅風花ちゃんとしてはね、プロの先輩の意地を見せたいところですね。まあ、同い年だけれどもね、先に受かったのでね。まあ、それで次、そしてま、8番のパー3ですけどね、こっちゃんが先にね、ピン近くに落とすんだけど、これ止まらず奥にこぼしちゃったんですよね。で、桑木翔ちゃんも右のラフ行っちゃって、 まあなかなかショットが定まらない。バーディーのチャンスにつかないと。でも、サクちゃんだけはもう、あの、ちゃんと乗っかるんですよね。バーディーチャンスとは言わない、この7、8メートルぐらい残る感じだったけども、グリーンはきちっとオンさせると。パンオンさせるっていうのは、まあこれは、ちょっと、あの、一つバーディー来たら、あ、サクちゃん来るなと。も、ま、う、あ、この、グリーン狙うショットがね、ちゃんとグリーンを捉えてるっていう時点で、 やっぱりこのパッドが入ればね、まあこれ、サクちゃんが抜けるだろうと。まあ今2打差ついてるけどね、行くだろうと。この時思ってましたね。で、まあこれ、堀琴音,音ちゃん、こっちゃんがアプローチで4メーターぐらいオーバーしちゃったんだよね、ここね。これが決まらずボギー打つんですよ。で、桑木翔ちゃんもアプローチ。これね、1.5メートルぐらいショートしたんですよね。これを外してボギー打ったんですよ。2人してボギー。サクちゃんは何もせず。 っていう感じですね。何もせずに黙ってるだけでみんなが落としてくれるという感じのところはありましたけど。でもね、前半最後の9番で、セカンドショットをバンカーに入れたらこっちゃんでしたけどね、2.5メートルぐらいにつけたんですけど、これは外してボギー、連続ボギー打っちゃいます。これが痛かったね。これが痛かった。 まあ対する、熊木翔ちゃんは、10メーター近くあるバーディーパッドこれをぶち込んでバーディーだったんですよ。これで単独トップに立ったんですね。まあちょっと強かったけどね。まあ入らなかったらやばかったけど、まあ、ピンにボコーンと当たってね、入りましたから。なんとか、まあ、単独でトップにここで立ちます。まあ、サクちゃんもね、8メーターぐらいの下りのパッドだったんですけど、これがね、1メーターちょっとオーバーしちゃって、まあ返しを外してのボギーでしたね。 でも、サクちゃんは、ここからがね、エンジンかかるんですよね。風がどんどん強くなってきて、難しい感じでしたし。やっぱりね、あの、前衛女子オープン行きますから、あの、まあ、世界最古のゴルフ場、セントアンドリュースですからね。ま、あ風が吹いた時にはとんでもないことになるんで。ま、あそれに向けた練習と思ってね、ちょっと風も強くなってきたことでね、T をいつもより低くして T ショット打ったりとかね、なんかやってましたね。 やっぱりね、前衛にね、もうちょっと備えてるんですよ、これからね。来月ですから。はい。あ、来月じゃなくて、再来月か。ね、8月だからね。もう明日から7月だから来月か。ね。で、最終組がバックナインに入ります。トップに立った桑木志保ちゃんが10番ではね、セカンドショット大きくグリーンを外します。で、アプローチでもね、1メーターちょっと残して、で、でも、 しっかりパーセーブしました。で、こっちゃんの方もね、アプローチで寄せてのパーでしたね。で、サクちゃんは一人パーオンして、まあ、ここでもパーオンですよ。みんなパーオンできないんだもん。で、5メートルぐらいのバーディーパッドこれが入らずのパーでしたね。みんなはアプローチ寄せてのパー。サクちゃんはバーディーパッド逃しのパーっていうのが多かったですね。で、11番のパー3。ここも、 こっちゃん、堀琴音,音ちゃんと、桑木翔ちゃん、共にパオンできず、アプローチで寄せてのパー。で、さくちゃんはというと、距離のあるバーディーパッドなんだけど、これが決まらずのパーセーブと。どっちが抜け出すのかね、という感じでしょうかね。見てて危なげないのはさくちゃんですね、もちろんね。アプローチが寄らなかったら、まあ危ないと。まあバーディーパッドを狙って入ればバーディーだし、まあ、あの、ちゃんと寄せてるので、 まあ、危なげない、お先にのパー,パーセーブですから。見てて危なげないんですよね。でどっちが来るのという感じのところはありましたけども。で、12番ですよ。333ヤード。この短いパー4ですけどもね。桑木翔ちゃんが、ここにティーショット右に曲げたんですよ。だけどね、なんか戻ってきたんですよね。ラッキーでしたね。これフェアウェイ戻ってきました。 いや、これはついてるな。これ、やっぱり、桑木志保ちゃんにもう流れが来たのかなと。流れが変わったのかなと。思った、あの、瞬間でしたね。この時ね。サクちゃんはドライバー握らずにね。あのー、スプーン持ってましたけどね。右のラフ。まあ、短いのでね。まあ、わざわざ、あのー、ドライバーを握らなくても届くと。ね。 ま、できるだけ近くに届かせようっていう、距離を出そうとしなくても、あの、距離的には十分届くし、あの、無理することはないという感じですよね。だけど、右のラフいっちゃってね。で、二打目、キャリーが出なくてね、手前のバンカー入っちゃったんですよね。でも、このバンカーショット完璧でしたね。この完璧なバンカーショットで、難なくパーセーブとね。はい、危なげなかったです。本当にね、サクちゃんは危なげなかった。 でも、こっちゃんはね、セカンドショット2メートルにつけるナイスショットでしたね。で、先に桑木翔ちゃん、7メーターぐらいにつけてね、バーディーパッド。これをぶち込んだんだよ、先にね。長いのを決めないと、今日はもう無理だと。思ってたけど、長いの入れちゃうんだよね。これちょっと優勝のパターンかなと。ビタッとショットでつけられないんだけど、長いのを決めて、なんとか、あの、パーセーブして、 スコアを作っていくっていう。まあ、これ多分優勝のケースかなと、この時思いましたね。まあ、10アンダーまで乗せて引き離します。でも、こっちゃんもこれ2メートルを入れて、入れ替えしましてもバーディー取って、1打差は変わらずでしたね。ですけども、サクちゃんとの差は3打差に開いてしまってね、ちょっとこれ厳しくなってきたなという感じのところはありました。で、13番のパー5。 こっちゃんが3ンで、7、8メーーーぐらいのバーディーチャンス。ちょっとチャンスとは言えないか。7、8メーターだからねで。でもこれも惜しかったんですよ。惜しくも外れてのパーでしたね。もうちょっとでした。で、桑木志保ちゃんも3オンでね。これが5メートルのバーディーパッド。これも惜しいパッドだったんだけども、入らずでパーでしたね。で、くちゃんはというとね、小岩らちゃんはどうかというと、まあ、 バンカーからっていう風に言ってたんですね。T ショットバンカーに入ったみたいな感じで言ってたんですけど、ちょっと映像からは、あの、バンカーかどうかわからないところでしたけどね。画面ではわからなかったけど、そのセカンドショット、左のラフに行っちゃうんですよね。まあ、ギャラリーの反応を見たらいいショットかなって一瞬思ったんだけど、左のラフ行って。で、そこからの3打目ね。これがバンカーに捕まっちゃったんですよね。ちょっと木に当たったのかな枝に当たったのかもしれないし、わかんないですけどね。 はい。で、4打目のバンカーショットがかなりショートしてしまって、6メーターぐらい残っちゃったんだよね。これが入らずのボギー。ここで、まあ、ショ翔ちゃんと4打差ついちゃいますね。残りホールも少ないし。まあ、ここで万事休すと思った人が多いと思いますが、私は諦めませんね。諦めませんでしたよ、ここで。で、14番ですね、次ね、パー3。ここで、 ま、こっちゃんの方がパーオンできずにラフからのアプローチでした。これをしっかり寄せてのパーでしたね。で、桑木志保ちゃんはというと手前4メートルぐらいにオン。これが惜しくも入らずパーでしたね。さっき長いの入れたからこれも入るかなと思ったんですけど。で、1打差変わらずでしたね。 で、なんとか作ちゃん入れてくれと。ピン筋来てたんだけども、手前でスピンで止まってしまって、5メーターぐらいあったバーディーパッドこれも惜しくも入らずパーでしたね。ちょっと怒涛の追い上げをね、これから見せてくださいという感じのところだったんですけどね。まあ、ショットはピン筋来てましたね。もうピンまっすぐ来てました。でもまっすぐ来てたんだけど、ちょっと足りなかったね。スピンで、あの、もう止まっちゃったんですよね。 いやー、ちょっとスピンがほどけてね、転がったらもう、ずーっと寄ってきて、あの、ピンそばにビタッとついたんでしょうけどね。で、15番のパー4。まず、サクちゃんから。8メーターぐらいあるバーディーパッドが残ったんですけども、これをぶち込んでね、今日やっと初バーディーがここで来ました。なんとか反撃してほしいとね。いやー、サクちゃん遅いよ。エンジンかけるの。なんかね、 ちょっとね、誰かに押してもらってね、あの、ニュートラルに入れて、で、優雅にね、車のね、運転席でね、音楽を聴きながら誰かにね、後ろから何人かで車を押してもらってる状況だったんじゃないかなと。<laughs> やっとこう、エンジンかけてね、スタートって、ここから、そんな感じでしたね。<laughs> はい、あ、ちょっと遅かったな。桑木千穂ちゃんは4メートルのバーディーパットが惜しくも外れてのパーでしたね、ここはね。 で、こっちゃんもですよ、4メーターぐらい残ったバーディーパッドで、これをぶち込んでトップに並びました。いやー、どうだろう、これから。でね、まあ、さくちゃんは残り3ホールで3打差はきついけどね。いや、でも、まだわかりませんよね。バーディーラッシュ来るかもしれない。まあ、そういうこともやってのける選手ですしね。で、16番のパー5ね。3打目で、先にこっちゃんの方が15メーター弱のバーディーパッド まあこれはしっかり寄せてのパーでした。で、サクちゃんはと言うとね、左に少し外れたラフのところからパターで入れに行ったんですよ。このバーディーパッド、これが入らずのパーでしたね。で、桑木志保ちゃんは、これ3打目ビタッと1メートルにつけましたね。ここでバーディー。単独トップ、11アンダーまで乗せてきましたね。去年は10アンダーでプレイオフだったんですけど、これはそれを超えてきましたね。 で、17番に入ります。サクちゃんのセカンド。グリーンに届かずでしたね。でも、アプローチで寄せてのパーっていうことでね。まあ、残念ながら2週連続優勝はここではならず、万事休すかなと言ったところでしたね。はい。で、こっちゃんはバーディーパッドこれ、12、三3メートルぐらいあったかな。まあ、このバーディーパッドが惜しくも入らずでね、パーでしたね。惜しかったですけどね。あと一筋でしたね。 結構10メーター以上のパット惜しいっていうパット多かったですよ。やっぱりあのカップを見ながらのパットっていうのはこれから流行るかもしれないですね。真似する人出てくるかもしれないですね。で、桑木翔ちゃんも8メーターぐらいはあったと思うんですけどね。このパットも惜しかったんですよ。惜しいところで。まあでもなんだかパー取って、ここは2人ともパーでしたからね。いよいよ1打差で最終18番。バーディーパーで並びます。 先にフェアウェイから打ったこっちゃんでしたけどもね、打ってすぐにね、ぼっちゃんがダーンダーンって本人が言いましたね。ダーンダーン。風に乗ったのか、それともね、もう優勝争い目の前ですからね、バーディー取らなきゃいけないっていうアドレナリンが出すぎたのか、グリーンオーバーしてしまいました。で、桑木志穂ちゃんは右のラフからだったんですけど、左のラフに、まあ、セカンドショットこぼれちゃいます。 いやあ、これまだわかんないぞ、という感じですね。で、遠いのは、こっちゃんの方からですね。ちょっとギャラリースタンドの方に行っちゃったので、ドロップゾーンにドロップしてからのアプローチでした。これがね、止まらずに、カップを大きくオーバーしてしまいましたね。これで、桑木きちゃんの方が楽になりましたね。そのアプローチ、これをピタリと寄せてね、まあ、ほぼ決まりかな、というところでしたけどね。でもね、まあ、マークして、 あの、桑木しほちゃんの顔がアップになりましたけど、もうこの時泣きそうでしたね。泣きそうな顔してましたねな。泣いてはいないけど、まだ終わってないのでね。泣きそうな顔してました。で、先にこっちゃんのパーパット。これが入らず、万事、キュースという感じですね。でもね、ちょっとこっちゃんのパットがね、あの、位置的に、桑木しほちゃんの、まあ、あの、ラストのね、 あの、フィニッシュのパッドのラインにちょっと足かかっちゃうん、ね、で、ちょっと変な格好で打つ感じになっちゃうから、あの、先にね、決めてウィーニングパッドを打たしてあげたかったでしょうけどね、それができなかったという感じですね。マークしましたね。で、まあこれ外して、まあ単独2位と、あの、2位じゃ、タイじゃ、大きく違うじゃないですか。 なんかまあ、しょうがないかなという感じでしたけどね。まあ、たい先にね、あの、打ってあげて、ウイニングパッドを決めさせるっていうのが、最後にね、あの、決めさせるっていうのが、まあ、普通じゃないですか。まあ、それがちょっとね、できにくい、あの、ところに止まったという感じでしたね。で、先にサクちゃんが入れます。簡単にパーパット決めてから、桑木翔ちゃんのウイニングパッドこれ、スーッと右に切れてね、危なかった。危ない、危ない、危ない。 右ギリギリからコロンと入ってね。まあ、なんとか優勝をこれで決めましたね。もうちょっとずれてたらね、これカップに蹴られてたってあっかもしれないで、ね、危なかったんですよ。ああ、危ない危ないっていう。ねいや、危なかった、本当に。でもその後ね、まあ、一緒に野球をした仲間でもありますからね。野球の練習、サクちゃんとか、あの、岩井姉妹とか、あの、武田里央ちゃんとか。 あの、くわきちゃんも、阿部みゆちゃんもね、まあ野球の練習したりしてね、オフの時にね、まあそういう仲間ですから、まあさくちゃんが笑顔でハグしに来ましたけどね。まあこの時は、桑木翔ちゃんも笑顔でしたよ。で、まあこっちゃんがボギーパッドを決めて、まあこっちゃんがハグした後ね、こっちゃんのハウスキャディさんに一声かけられたんですよ。その時からですね、今度はもうボロボロ涙が溢れてきましたね。 ちょっとね、もう、こちらも感動しましたね。グリーン脇で待ってたのは、同期の岩井姉妹ですね。二人が待ってて、まあ、ハグした後、そして、仲良しの佐久間朱里ちゃん、同い年のね、同期ですよ。まあ、ハグしましたよ。すごいギャラリーからのおめでとうにね。まあ、引き上げていく時に、ハイタッチで答えてね。アティストの時にね。みんなこう、両側からね、手を出して、ハイタッチ、ハイタッチってね。 まあ、両側、もう、両側ともね、もう手を伸ばしてね、ハイタッチで答えてましたね。まあ、途中で原エリカちゃんも待ってたのでね、声かけるシーンもありましたよね。おめでとうって言ってね。これで去年プレイオフで桜井コ,コナちゃんに負けて、大泣きする桑木志穂ちゃんにね、もう岩井姉妹が駆け寄っていって、待っててね、通路で。ねもう、がっちりハグされながらね、次は勝てるよ、と。言って、 から1年まあ、なんか先輩にね、こう、私に何が足りないんでしょうかと、こう、聞いたこともあったそうでね。でも、帰ってくる言葉はいつも、どの先輩もね、もう何もないと。足りないものはないと。順番が回ってくるからという感じのことを言われたというふうに言ってましたけどね。 これで、なんとか祝い世代なんて言われずにね、何々世代っていう名前が付けられるのかなっていうふうには思いますよね。このまま祝い姉妹だけが優勝を重ねてってね、同い年の2002年度生まれ。まあ、桑木翔ちゃんはあの2003年の1月ですけどね、早生まれなので。まあ一応2002年度生まれっていうことね、学年は一緒と。で、しかも同期でね、プロテスト同じ時に受かったんで、こういう祝い姉妹の世代、 が何、何な世代と、あの、メディアがつけるのかな、というふうに感じていますけどね。ということで、まあ、最終結果になります。優勝は、桑木潮ちゃん。まあ、新人戦ではね、岩井姉妹を抑えての、あの、優勝でしたけどね。まあ、普通の試合では、あの、優勝はまだなかった。去年はプレイオフまで行ったけど、勝てなかった、という感じでしたけどね。 この資生堂レディースが始まったのは2019年からです。まだ、あの、年月が浅い大会なんですけども、この大会の初代チャンピオン知ってますかねえ。渋子ちゃんです。渋子ちゃんが初代チャンピオンなんです。まあ、岡山出身の桑木志保ちゃんとしてはね、憧れの先輩にやっと一歩近づきました、という感じのところでしょうかね。 表彰式のスピーチでもね、優勝スピーチでも頭が真っ白でって言ってましたけどね。まあでも、まあ前に言ってたね、去年の忘れ物を取りに来ましたということでね。それが、まあきちっとあの忘れ物を取り,取りに帰ってこれてよかったですということを言ってましたね。やっぱり、うんちょっとね、もらい泣きしましたね。すごい良かったと思います。いい試合でしたね。 まあ、サクちゃんが2週連続できなかったら、ちょっとね、辛かったけど。で、こっちゃんのファンの方もね、しばらくぶりに優勝。しばらくぶりって言っても2年ぶりですけどね。で、これで優勝争いしたっていうことで、またさらに自信をつけてね。まあ、パターでいろいろ悩んでたかもしれないけどね。あの、普通の短いパターでうまくいかずに、長尺パターに変えて。で、それでもうまくいかずに、 まあ、カップを見ながら打つっていうことになって、それからこの優勝争いじゃないですか。まあ、これでね。いや、いけるという感じにあのなってきたら、まあ、その人間の,この脳って、もういけると思ったらいけちゃうんだよね。不思議とね。そういう感じになってくると思うんで、これからこっちゃん、まあ、ベスト10にも全然入ってこなかった今までだったけど、今年でね。これから優勝争いのところまで、あの、堀琴音っていう名前が多分、 多く入ってくると思います。これから。多分ね。そういう風に感じます。まあ、優勝賞金は2160万円なんですけども、表彰式の時でもね、訂正も何もなかったんですよ。まあ、言ってなかったんですけども。まあ、JLPGA のホームページ見たら、まあ、正式には1620万円と、まあ、短縮競技になったのでね、少ない金額が表示されてましたけどね。まあ、実際に、 まあ、スポンサーがどういうふうにするかっていうのは、スポンサー次第だと思うんですけどね。まあ、行為によって、2160万円出すよっていうスポンサーなのかもしれないし、わかんないですけどね。正式な、あの、賞金ランキングに反映されるのは1620万円っていうことらしいですね。で、副賞がね、まあ、ちょっとね、あの、高いレンジローバーのイボークですからね。まあ、誰が乗るのかね、この車ね。 しほちゃんが乗るのか、お父さんが乗るのか、誰かにあげるのか、元気に変えちゃうのか、わかりませんけれどもね。で、新海美優選手が、まあ、ホールイワンしたのでね、ここ100万円の賞金が出るっていうあのホールでしたからね、よかったですよね。2017年にね、新海美優選手ってもう賞金ランク39位でね、シートを取った選手ですよ。だからずっとレギュラーに出ててもおかしくないような選手なんで。 まあ、これから、新海ミュウ選手の名前はたくさん上位でえ来るかもしれないな、というのは今日のプレイ見ててね、思いましたね。まあ、プレイがね、なんかちょっとしか出ないんだよね、本当にね。ホールインワンのシーンも出ないしさ。まあ、それはしょうがないか。ね。まあ、台数が少ないからね、しょうがないですよね。まあ、こっちゃんファンの方はね、あの、アドミラルのまあウェア契約をしてるんで、 あの、アメリカツアーの動画でも言いましたけどね、畑岡奈紗ちゃんがオープンウィークで帰ってきて、アドミラルのゴルフイベントに来ます。で、同じアドミラルの,あのゴルフイベントにこっちゃんも出て、あと、尾関あみうちゃんとかね、あと山地明らちゃんとか、まあ、出ますから、まあそういった選手たち、あの、一緒にね、ラウンドできたりとか、まあそういった、 イベントがあるのでね。まあ申し込んで、まあ、いる人はもう申し込んでいるとは思うんですけどね。まあそういった感じでね。あのファンの方はね。まあ見て、あの、直接ね、お会いしていければなと思いますよね。はい。まあ3日間でね、あの、短期決戦になった分、ちょっとね、あの、バタバタっとした感じになったり、ちょっと風が強くなって伸ばせなかったっていう感じにもなりましたけどね。 でもやっぱり原恵里香ちゃんはこういう時にあの伸ばすっていうのはやっぱりそういう星のもとに生まれてきたのかなという感じのところはありますよね。やっぱり地元で活躍する。メジャーで活躍する。まあ、ちょっと渋子ちゃんに似たような、まあ、運命を持ってる選手なのかなっていう気はしますよね。はい。まあ、天本春香ちゃんも今年優勝したし、 ねえ、まあ、去年、キーが初優勝でしょう。あとは、この安田優香ちゃんとか、じゃないですか金沢しなちゃんもね。まあ、新海ミュウ選手、シード権を取ったことはあるってさっき言いましたけど、あの、レギュラーツアーの方ではまだ優勝ないです。ステップでは、あの、2勝してますけどね。はい。ちょっと、こっちゃんは、こっちゃんはじゃなくて、さくちゃんは惜しかったですね。まあ、これから、あれなんじゃないですか。 こっちゃゃんんが上位に来るる機会が多くなるんじゃなじいですかね、はい。人間の脳っていうのは不思議なもんでね。いけると思ったら本当にいけちゃったりするもんですからね。不思議なもんでね。はい。それから、あ、こっちゃんのさ、あの、ハウスキャディの人の止まってくださいっていうの声がよく響いたよね、今日ね。まあそういうこっちゃんみたいにこう、動かれると嫌っていう選手多いから。 あの、できれば観戦に行った方はね、見たいのはわかるんだけど、止まってくださいっていう声がかかったらね、止まってあげてほしいなと思いますね。だるまさんが転んだみたいにしてね、見れないのは残念だけど、ちょっとね、あのー、お願いしたいところですよね。まあ、こっちゃんがね、三菱電機レディースの時に私見たんですけど、こっちゃんがアドレスに入ってるのに、まあ、キャディさんが止まってくださいってね、言ったんですよ。動いてるからみんなね。で、こっちゃんがね、 怒った顔して振り返ってね、アドレスを解いて振り返ってね、動いてる人たちに指さしたんだよね <laughs> で。そういう子です。まあ、それでもね、ファンの方は、もうずっとついてる方でしょうね。こっちゃんにずっとついてる方でしょう。あの、まあ、そうかどうかは、あの、定かではないですけどね。私が勝手に思ってるんですけど、あの、ずっと座座って見てた方がね、あ、またやってるって言ったんでね。ああ、 ファンの方はもう、あの、ね、恒例になってるのかなと。ね、ちょっとね、カサカサって音立てたりね、動いてたりして、あの、キャディさんに、ちょっと止まってくださいって、音を静かにとかね、あの、アドレス入ります、止まってくださいってね、ちょっと注意するじゃないですか。ね、それに言うこと聞かないとね、こっちゃんが指差すんだよね。 うんっつって <laughs>、怒った顔してね。止まれみたいな感じでね。声は発しないですけどね。はい。そこがまたね、なんか面白くてね。はい。面白いな、この子ってね。一番最初にその印象を持った子ですよね。はい。まあ、原井か香ちゃんもね、なんかこう、地元の応援団も、この雨風強い中で、雨はそんな強くなかったけど、なんかちょっと、 ねえ、そういう風やなんかもう吹き飛ぶぐらいのこう盛り上がりだったんじゃないかなと思いますね。バーディーラッシュとはいかなかったけれどもね。はい。で、次、神谷空ちゃん。今日ベストスコアです。この4アンダーがベストスコアですね。まあ、それほど出てないんですよ。今日ね。スコアが伸びなかったんですよ。全体的にね。まあ、神谷空ちゃんが、まあ、あの、ベストスコアですけども。 今日、飛距離的にはどうだったのっていうと、あの、スタッツ見てね。あの、ドライビングディスタンス、誰が1番だったのっていうと、アナイ・ラー選手なんですよ。で、2番がね、吉田、吉田るちゃんでね。神谷空ちゃんはね、イノシンの6番目ですね。それほど、あの、出てなかったですね。飛距離的には。まあ、なんですけども、前、膝のところにテーピングしたりとかあったし、 それほど体的には、こう、万全じゃ、まだないのかな、と思いますけどね。どうなんでしょうね。まあ、ここまで、あの、10位タイまで来る来てるから、まあ、それなりの、あの、触れる体にはなってきてるのかな、と思いますけどね。テーピング、どうなんでしょうかね。外してるのかな、もうね。はい。まあ、岩井姉妹、同世代、の待っていた千里ちゃんも今日伸ばしてね、なんとか10位に食い込んできました。 で、ベスアーマは荒木優菜ちゃんですね。今年はどうでしょう。まあ楽勝で受かってくる子かなと思いますよね。あんなもうパター振り回さないでね、<laughs> ちゃんとしてほしいなと思いますけどね。まあ,あの自分でね、目土ちしたりするのがね、なんとなくこういいんですよね。雰囲気的にね。もう穏やかそうな顔したり、ちょっとこう慣れてないというか、 あの、ベスアーマーのね、あの、トロフィーとかもらうときにもね、ちょっと写真慣れしてないっていう感じのところが、また可愛らしくていいんじゃないですかね。はい。それと、武田リオちゃんですね。武田リオちゃんもね、今年初優勝した選手ですけども、まあ先にね、桑木翔ちゃんも越して、あの、ダイヤモンド世代が優勝しましたけれどもね、それに続いてのダイヤモンド世代、 まあ今年ね、去年は誰も優勝なかったですけど、今年ね、参照もした武田梨ちゃんですけども。まあこれでね、巻き返せるんじゃないですか。あのー、2020年がコロナでプロテストなくて、2021年に6月と11月にあったんですよね、2回とも。で、6月に受かったのは桑木志保ちゃんの方で、岩井姉妹とか。で、11月の方は、 あの武田リオちゃんとか大関亜美ーちゃんとかあのダイヤモンド世代がいっぱいいた年ですよ、時ですよ。で、その子たちの方が先に優勝しちゃってね。まあ、岩井姉妹の,あの2人だけが活躍してて、この同期の選手たちはなかなか優勝できなかった。で、そこに風穴を,あのあ穴を,風穴を開けたのが阿部美でしたね、先にね。で阿部美はあの 2022年度、あ、2002年度生まれじゃないから、プラチナ世代だから、あの、お姉さんですから。まあ、それはいいとしてね。同じ岩井姉妹の、あの、同い年の2002年度生まれの人たちがどう出るかですよね。何々世代ってつくんでしょうかね。武田リオちゃんって初優勝のボールどうしたと思います普通取っとくよね。ボランティアさんにあげちゃったんだって。<laughs> すごいよね。 はあと思っちゃって。いやー、武田りおちゃんってそんな感じの子なんでね。まあ、あのー、別にそういう記念のものとか取っておかないタイプの子なんですね。高木優奈ちゃんもそうだって。ね、去年プロテストを受かった高木優奈ちゃん。まあ、規制が変わる前ですね。誰でもキューティー受けられる頃は、あのー、キューティー出てね、上位に来て、ステップアップツアーで優勝してしまったっていうね、あのー、 あんたルーキーじゃないでしょって先輩方に言われてるダイヤモンド戦、あ、ダイヤモンドじゃなくて黄金世代ですね。高木優奈ちゃん。まあ数試合前にね、あのー、5月でしたっけまあホールインワンしましたけどね。あのホールインワンのボールね、どうしたと思いますまあこの子も取っておかないんですよ。そのまま、次のホールでも使っちゃったんですよね。で、イケポチャしたんですって <laughs>。おいおいって感じだよね。 まあ、多分そんな感じの子かなと思いましたけどね。なんかこう、そういうのを大事に取っておかない体,体質の子というかね。まあ、あの、いろいろですね。人間はね。<laughs> そういうの記念としてね、取っときたい人と、うーん、置き場所がいっぱいになっちゃうしね、みたいなね。そういう子の方が多いかな、今はね。今そういう時代かなと思いますね。しぶこちゃんもそうだもんね。なんだっけ、あの、 旧シリーズ受かった時のあのやつ、あのボードね。あれ、まあ実家の方に置いといてっていう感じですね。まあそのうち誇りかぶってどっか行っちゃうんだろうけどみたいな感じでね。まあこれを取るために今まで頑張ってきたんだって言ってたけど、あのものをね、もらった旧シリーズ受かって通ってね。で、まあツアーメンバーになりましたっていうあの証明のね、あの札みたいなやつ、あのでっかいやつね。あれはまあ いらないみたいな感じの。<laughs> いらないとは言ってないけどね。そんな感じのこと言ってましたね。はい。まあ、そういう子の方が多いかなと。トロフィーとかね。優勝カップとかね。まあそんなのは別にいらないと。<laughs> ね、実績残せればそれでいいという感じのところですよね。はい。え、イチヒ選手、ちょっと頑張りましたけどね。途中まではね。途中までは頑張ったんですけども。まあその後がね。 まあ、二つボギー打った後の最終でダフを打ってしまってっていうね。あの時から四つ落としてしまって。優勝争いもしかして来るのかなと。まあ、10アンダーぐらいに乗せてきたら、あ、一飛選手が抜け出すのかなというふうに思ってたけど、逆に落としてしまってね。はい。まあ、惜しかったですよね。こういう選手が来たら、また違う意味で、まあ、 全世紀の頃を知ってる、あのー、おじさんたちがね、まだ湧く、湧くのかな、という感じしますよね。で、あのー、パエちゃんとかね、あの、有村千恵ちゃんとか、あの、原井里奈ちゃんとか、ああいう世代の選手たちは、まあ今ね、イーチヒ選手、まあステップに、あのー、出てますけど、まあ休みが多いのでね、いろいろ聞いたりとか、練習見てもらったりとかしてるんですよ。 やっぱりね、レジェンドですよね。こういう選手はね。まあ、人柄もいいしね。優しいですよね。はい。では次行ってみましょう。次。はい。まあ、吉本ひかるちゃんとか、牧本花ちゃんとか。まあ、この辺も、あの、伸ばしてはいたんだけど、上の方にはなかなかっていう感じですね。今日はちょっとビッグスコアが出ないのでね、我慢のゴルフだったかもしれないですけどね。で、 岩井明恵ちゃんがね、今日ね、あの、16番のパワー5でイーグル取りましたね。どんな状況のイーグルだったかは知りませんけど。まあ、それなのに、ボギーも4つあったりしてね、イーブンでしたね、今日はね。なかなか伸ばせなかった。菅風花ちゃんも上がり2ホールでボギー連発しちゃって、結局は荒木優奈ちゃんにはちょっと差をつけられてフィニッシュしてしまったという感じですね。はい。 まあ、この辺も、ちょっとね、吉羽るみちゃんがまた飛距離戻ってきたんですよ。ドライビングディスタンス2位なのでね、今日ね。アナイララ選手に次いで。まあ、パオンが悪かったからね、今日はしょうがないかな、という感じですよね。はい。そして、まあ、その次行ってみましょうか。はい。次は、あー、 予選通過したんですけどね。まあ、予選通過して最下位だったのが、まあ、あの、イーブンパーの選手たちなんですけども。まあ、みんなこぞって落としてるでしょう。やっぱり雨風強いと結構、あれですよね。なかなか伸ばせないよね。26位タイで66万6千円だって。はい。まあ、安月給の私としてはね。 大会は4日間から3日間になったけど、3日間で66万円か、すげえなと。<laughs> ちょっといいなと思いますけどね。まあ、そんなこともないんですよね。あの、あれなんですよ。あの、賞金高いなと思いつつもね、あの、1年間でね、稼ぎが5000万円ほど超えてしまうと、5000万円超えちゃうと、税金がめちゃくちゃ高いでしょ。55%ぐらいになっちゃうでしょ。 5000万円だったっけ ?4000 万だっけちょっと忘れたけど。まあ、たくさんもらってる人税金高いんですよ。55%ぐらいねと、取られちゃうんで。あの、たくさんもらってるからすごいねって言うけどね、スポンサーもついていっぱいもらってるんでしょとかって言うけどね。高くても半分以上持ってかれるんですよね。だから、すごい稼いでたら別だけどね。そんなにでもないんだよね。すごいもう何億も稼いでもう、すごいっていうふうに。 いう感じでもないんですよね。結構ね。経費かかるし、プロゴルファーは。個人だからね。まあ、稼いだから、ちょっといいもの食べようとか、ちゃんとトレーナーさんつけようとかね。メンタルトレーナーにちょっと、あの、メンタルを見てもらおうとか。まあ、お金かけたらね、お金かけただけもう流れるようにみ、あの、水のように流れちゃうんでね、お金は。大変なんですよ、結構ね。あの、稼いでも。だから、 海外にも行ってっていう感じですよね。シンジエ選手も去年ね、あの、女王にはなれなかったけど、通帳に入ってきた金額では一番だったでしょうね。あの、アメリカのメジャーで、まあ優勝はしなかったけど、あの上位でフィニッシュした試合が2試合あったからね。はい。もう億位のお金がボンボンと入ってきたでしょうからね。はい。シンジエ選手稼ぎまくってますよ。まああんまり稼ぐことに対しては、 あんまりこう執着してなさそうな感じですけどね。なんか欲しいものもなさそうな。ね。何かこうジュニアの育成のためになんかお金使ったりしてそうな感じだよね。はい。まあどうする個人用みたいのが日本に来ちゃったら、ねどうしようって感じだよね。また、あ、も勝ちまくられちゃうんじゃない <laughs> 個人用はちょっと日本はまあ来ないでね。韓国で頑張ってと。 アメリカツアーでもうちょっと、年だからもうやめようと思ったら、ね、韓国に帰ってほしいね <laughs>。日本には来ないでほしいね <laughs> ね。ねルーキーがね、勝てなくなっちゃうよ、あんな人来たらね。やばいよね。はい。だから、まあ、韓国でね、あ、韓国でっていうか、韓国の選手で、まあ、メジャー取ったりしている選手でね、この選手日本に来ちゃったらどうしようとかってね、思った選手で何人もいるでしょう。ねだからそういう選手、ね、控えていただきたい。<laughs> アン・ソンジュもさ子供産んでからねまだね産休、あのー、が続いてるから、あのー、あれなんですよシード選手として復帰できるんですよあの出ますって言えばねでも向こうで頑張ってと韓国で頑張ってと言いたいところだけどね本人がねどうなるかだよね、あのー、やっぱり A 級シード取りたいわとなっちゃったらねちょっとね拒めないからね JLPGA もね まあ、それなりにちょっと、あの、いろいろ考えるところはありますけどね。はい。荒垣ひなちゃんも。あ、くちゃん、くちゃんじゃない、桜ママもね、ちょっともうちょっと上に来てね、桜が並んでほしかったんですけどね。もう一人のね、さく桜選手が落ちてしまったのでね、桜祭りにはならなかったけどね。はい。季節外れの桜が咲くかというね、感じですけどね。はい。りーはなちゃん今日どうだったか映ってなかったからな。 あの、やっぱりね、ウェアはちょっと見どころですよね。女子の方はね。やっぱりウェア作ってる会社、契約してるね、スポンサーさんたちも、やっぱり可愛らしいあのウェアを着てもらってね。で、あ、この選手が着てるこのウェア可愛いなって言って、やっぱり売れるでしょう。そういったのはね、やっぱり雨の日っていうのは辛いよね。そういうメーカーさんたち、雨の日にやってほしくないよね、と。まあ、この、 ね梅雨時期は仕方ないけどね。梅雨って言っても、あれじゃない梅雨、今年短いんじゃないわかんないけどさ。なんか雨そんなに降ってないような気をす記憶があるんだけど、ここのところ。雨は降ってね、中心にはなってるんだけど、ゴルフはね。はい。私が会社行く時には雨降ってないような気がするんだけどな。<laughs> はい。それから次。あ、さっき言ったね、アドミラルの、あの、ゴルフイベントにね、山地明選手出ますよ。 ファンの方はね、尾関あみちゃんもね、そうですけど、出てください。あの、来ますから、本人が来ますからね。あの、締め切られちゃうんで、明日締め切っちゃうのかな。あの、応募がそんなに多くないでしょうから、あの、応募条件っていうのはよく読んでね、あの、応募してもらいたいと思います。はい。鈴木愛ちゃんも落としたね。鈴木愛ちゃんはチラッと映ってたけどね。はい。まあ、佐久間朱里ちゃんも最後ね、 あのー、優勝決まった時にハグしたから、佐久間汁ちゃんも映ってましたね。ちゃんとね。はい。それから、桑木志穂ちゃんが一緒にあのチロスを買いに行った、あの、村田里沙ちゃんが、まあ、ワンオーバーでしたけどね。もう一人誰だろうね。<laughs> すげえ気になるんだけど、まだコメント入ってないかなとかって思っちゃうんだけどね。はい。その次、マ田ダユメロちゃんで、ね、かわいいかわいい。マ田ダユメロちゃんがワンオーバーで、フィニッシュですね。 もうちょっと上のランクでね、上がってきてほしい。やっぱり37万円の賞金じゃね、まあ、稼いだって感じにはまだならないでしょうからね。通帳にまだこう、いっぱい貯まるっていう感じではなさそうだからね。やっぱりゲンチャンネルで言ってる通りね、はい、ゲンちゃんのクラブを持ってあげたら、はい、200円ですってね、<laughs> 言った正田夢乃ちゃんですけどね。稼ぎまくったらそんな言葉は絶対出てこないはずなんだよね。まだ稼いでないからね。 げんちゃんにク,あのクラブを持ってもらって、クラブ2、3本持ってね。じゃあこのクラブで打とうって言って、残りのクラブをキャディさんに渡すんじゃなくて、げんちゃんに渡したんだよね。げんちゃんがもう可愛いからそばに寄りたいからさ。で、そばに寄ってねあ、持ちますよって言ってね、持ったら、いやちょっとお金発生しますかと。<laughs> ね。やっぱりね、あの、プロゴルファーとしては大先輩だからね、そんな持たせるわけにはいかないし、まあ、稼いでるあの大先輩ですからね。 こんな持ってあげたらお金発生するんじゃないかと思っちゃうぐらいの勢いですね。はい。かわいらしいですよね。はい。まあ、もう一人のアマチュア、新地まみか選手。この選手は、あれですね。日本女子山、あのー、2位だった選手ですね。まあ、ジョン・ミジョンとか、あと、宮里美香さんとかね。ママさんも頑張って、あ、ジョン・ミジョンはママさんじゃないけどね。ママさん頑張ってますね。上田ママ子ちゃんって、 まだ子供作らないのかね <laughs> まだゴルフに専念してもうちょっと経ってからかねまあ40過ぎちゃったら大変だからねいつ出産するんだかね子供作るんだかわ分かりませんけどパイちゃんの方が先に作っちゃったもんねラ恵リナちゃんは結婚するのかねわ <laughs> かんないけどねはい で、去年のディフェンディングチャンピオン、去年優勝したディフェンディングチャンピオン、桜井心那ちゃんを落としての56位と。予選は通過したけどね。でも、ちょっといいニュースがあるとすれば、ちょっと飛距離が戻ってきたかなと。まあ、この日、あの、桜井心那ちゃん、ドライビングディスタンスサイです。なので、まあ、割とね、まあ、計測ホールだけですけどね。6番と7番ホールだけなんですけども。 ま、その、計測ホールでは飛ばしてたので、どうかなと。ま、飛距離が戻ってきてるってことは、触れてきてるかなと思うのでね。それについては、ちょっと、いいニュースかなと思いますよ。ココナッツファンの方はね。武田りょちゃんが4位だから、ドライビングディスタンス、今日のね。だから、その上を行ってるんで、ちょっと、あの、いいイメージが、この、ね、コースにはあるっていうので、触れてきたのかなと思いますけど、これをきっかけにね、 あの、もともと飛ばす選手が飛距離戻ってきたら、おっと思ったらいいと思いますね。はい。ね、森あやめちゃんがちょっとね、今日大きく落として最下位になってしまったんですけどね。はい。まあ、インスタに出てたあの、女の子ね、あやめっち頑張れ、あやめっち頑張れって言ってたあの女の子の声援がね、今日はなかったんでしょうかね。はい。まあ、ちょっとね、あの、最下位でも、まあ、この金額ですけどもね。 まあ、なんとか、あのー、あやめちゃんにはね、ツンデレのシーンをね、テレビカメラに映る順位でね、見せてもらいたいなと思いますね。まあ、ちょっとツンツンしたところを見せて、実はね、笑顔の可愛らしい女の子でしたという感じにね、まあ、皆さんが理解するようなところの順位に上がってきてほしいなと思いますね。はい。AI の予想を言ってみましょうか。AI の予想。 この AI の予想は、ちょっと今回は外れてしまいましたね。はい。外れちゃったけど、まあ、桑木翔ちゃん、初優勝、ね、良かったですね。おめでとうございます。まあ、ちゃんと私も感動しましたよ。ね。やっぱり、もうこらえきれなかったよね。涙はね。まあ、何言われたんですかね。こっちゃんのあの、ハウスキャディさんにね。なんか一言、あの、声かけられてから、ブワーッと泣き出したもんね。なので、 また来週は、サクちゃんのディフェンディングチャンピオンとして出場するミネベアミツミです。アメリカツアーはないのでね。まあこちらにまあ専念したいと思いますので、またよろしくお願いいたします。このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、 本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。まあ時間ないから後で見るよっていう方はね、とりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見て、 いただければと思いますのでねチャンネル登録っていう下のボタンをねクリックしておいてくださいではまた